悔しい。鳥肌立ちましたもんね。ここがそう、溜めが早いですが、私の場合。試合中とかってお腹空いたりしますか？はい、結構食べますよ。あ、食べます？はい、バナナとか、うん、あとゼリーとか。へえ。あとおにぎりとかも食べますし。そうなんですか、うん、結構もぐもぐしながらやる。ラーメン食べてる女子プロの方をお見かけしたとかありますよ。マジっすか？ショートホールで3組ぐらい待ってて、そのショートずっと見てたんだけど、看板の裏っ側ってラーメンってなって本当にすごいな。めっちゃがっつり面白かった。そうやな、お腹すくの18キロ歩いてさ、ずっといろいろ考えて、お腹すくのゆーちゃんのね、秋ぐらい強めでね。そうそう、秋ぐらいでいいかも。お、終わった。あ、最後まっすぐ。じゃあそれは OK で。なるほど、曲がんなかった。もっと内側、その白いやつで。強さによってはカップ外さなくていいかなと思ったんですけど、はい、OK です。 OK ですか？10です。10って言ってましたね、うん、今傾斜の分すごい重かった。重かったですよね、うん、見た目より。見た目よりこんな打てない。確かに私もやっちゃったかもって思ったんですけど、意外と止まりました。ANA だっけ？はい。
べてます。よし、よいしょ、いただきます。今日振ってますね。前回はちょっと振れてなくて、頑張ってブンブン振ってね。ゴルフ場のハウスの中に、うん、あの滝が流れてる、なんだっけな名前、あ、ちょっと待って、あ、ファームか、あ、そうですなんか本当はもっとこう地元の人が行くような感じのゴルフ場が行きたいんですよ。結構ありますからね、沖縄。どこが一番いいですか？難しいところは宜野座ってところあるんですけど、うん、結構アップダウンあってフェアウェイ狭くて、距離はそんな長くないです。高速、那覇から高速で広げくんぐらいかな。上の方です。はい、かなちゃんの近くです。 あの辺めっちゃゴルフ場多そうですね。多いですよ。出る6番とご誘ください。はい、ペッサーも飛んでる。風ちょっと巻いてますよね。右から左です。から左、はい、この難しさってどういう、なんか間の距離なんですよ。150でちょっと風が上げてるのか巻いてるかわかんないので、抑えて打つかしっかり打つかって悩んでるんですけど、私は7番ウッドで、感じたりもします。横からも見えますよね。これは6ユースか。私これは 5のハイブリッドです。あ、5ユース、はい、はい、しまいました。ちょっと乗りましたね、今のは。いや、私が完全に捕まえちゃったんで、オーバーしちゃった。なんかもうフォローにも一瞬感じましたし、ね、やっぱ横か。まあ、行っちゃいけないところをも作るのも大事なんですけど、外していいところを考える時もあります。はいはいはい、今のだと、やっぱり外すなら左目って感じですか？左目ですね。はいはい、やっぱりバンカーって避けるんですね。それなりに。でもね、わざと入れる時もあります。おお。なんかもうこのアプローチはフェアウェイでも寄らなさそうとか、ラフに入っても、はいはい、そしたらバンカーの方が止められるっていうシチュエーションもあるので。ああ。
バンカーだから逃げるってわけでもない。そうなんです、ね、はい、そういう攻め方もあります。25ヤード、うん、良さげ。弱い、全然弱い。転がるんじゃない。あれ意外と3バウンド目は乗せなきゃだね。いい、強いか弱いか、どっち。ゴー、いい、うまい、いい感じ。うまい、ゴーゴー、いいね。おお、見て。おお、めっちゃいい。おお、結構止まるね。ゆいちゃん止まったから打たなきゃと思ったけど全然打てなかった。スライスですよね。はい。さらっと。ありがとうございます。ドキドキしちゃうな。ドキしちゃうもん。ガツンといきます。これ大きくくれないの？うん、くれない。ナイスです。ナイス。イエイ、ナイスパー。ナイスです。